フットコ水上飛行場はアラスカ州にある水上機専用の発着場。水上機の滑走場としては世界で最多の発着数を誇り、1日あたり190回の離着陸がある。アンカレッジの中心街から南西に6キロメートルに位置し、アンカレッジ空港に隣接して存在するフットコの湖面を滑走面として利用する。当機は 湖面が凍結してしまうが、スキー付け航空機の発着が行われる。FAA アラスカエアポートダイアグラム湖面には3つの滑走面が設定されている。EW の滑走面が全長1384メートル、幅57メートル。NS の滑走面が全長588メートル、幅61メートル。NW SE が全長418メートル幅46メートルである EWSW は滑走面の方角を表す。その他に EN、レークフットストリップを呼ばれる砂利舗装の滑走路も敷地内に所有する。完成棟は一つ存在する。フット湖の周囲には数多くの水蒸気が保管されており、その数は2005年の統計で781機と、 なっているその97%が単発エンジン機で、残りが総発エンジン機である。2005年には年間69,400回の発着が行われた。発着の88%が民間の発着で、12%がエアタクシー、軍事用途は1%以下であった。ABCDEFAA ア i r p o r t Master Record 4 LHD エフェクティブ2009年7月2日、パル・アンカレッジ、アラスカ。グレート・サークル・マッパー。2009年8月7日閲覧。テッド・スティーブンス・アンカレッジ・インターナショナル・エアポート、レイク、フット・アイス・コンディションズ。ステート・オブ・アラスカ。2016年3月2日、閲覧。アラスカ・サプリメント・デジタル・エアポート・ファシリティ・ディレクトリ FAA 2014年5月21日閲覧。テッド・スティーブンス・アンカレッジ・インターナショナル・エアポート、ゼネラル・アビエーション。ステート・オブ・アラスカ2012年12月17日、閲覧。FAA エアポート、マスター・レコード 4Z41、エフェクティブ2009年7月2日。ありがとうございます。